さあ、行っちゃいます。清水太一です。はい、どうも、清水太一です。今日はね、来月8月29日に自分が出る日本の予選の大会があるんですけど、ビーフ佐々木クラシックっていうのが、東京の渋谷のベルサール渋谷ガーデンホールで行われるんですけど、それのね、選手登録をね、しようとしたんですが、なんと人数制限、人数オーバー、制限人数をね、超過してしまったってことで、出場登録、締め切られてしまいました。締め切られたんですが、これ見てもらうと分かるんですけど、ほら、締め切られちゃってるんですよね。ここにはあるんですけど、7月15日17時より登録を再開するということで告知がありまして、ちょうどあと5分後ですね、開始されます。なんで今ちょっとスタンバって待ってるところなんですけど、ちょっとこれ待とうと思います。本当登録できなかった時は焦りましたね。用意はしていたんで、がっかりだなという感じになっちゃいました。他の大会に切り替えようかなみたいな。まあ再開してくれるということでね。あと選手登録はね、今回前日チェックインできるんですよ。ボディービルがいつ始まるのかわかんないですけど、多分前日チェックインした方が楽なんですよね。当日すごいこの朝早くから7時に行って選手登録してて疲れちゃうんで、もしかしたら前日チェックインして当日ボディービル部門の時にインをする。まあボディービル早いような気がするな。どっちが何時ぐらいかちょっと想像できないですけど、あと2分半後に登録開始されます。これで登録の準備。ボディービルちょっと特殊で、 IPB は NPC っていう団体にまず所属してお金を払ってメンバーズカードをもらって、プラス日本の団体の方にも登録して会費を払って、プラス出場費を払わないといけないという。あと1分ですね。行くぞ。みんなこれ多分ねすごい待ち構えてるんですよね。あれあれ始まんない。ん、どうなってんだ。あれ、お、来た。ログイン。お選びください。カテゴリー。ボディービル、ボディービル、ボディービル。メンズ。メンズオープン、ボディービルディング。ボディービルディング。1万円。体重。210キロぐらいでしょ。バックステージパス。2枚。200枚じゃない。2枚。競技歴。書かない。5PR。書かない。クレジットカード。用意して次へ。お支払い。カード番号。マジで。決済失敗した。やばい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 。ボディービルディング。やばいやばい。なんで決済失敗した。やばいぞ。ちょっと他のカード。お、できました。お、アップで死んだかと思った。ということで、エントリー完了しました。ビーフ佐々木クラシック。これね、この大会ね。8月29日、日曜日ね、8時会場です。8時半にジャッジがスタートすると、コンテストも。ただ、まあ、自分のそのカテゴリーがいつ始まるのかっていうのはちょっとよくわからないんですけど、まあ、早めに行かないと見れないかもしれないです。多分ボディービル、俺一人かもしれないですから。二人か一人だと思うんですけど、カンさんって人が毎回出るんで、もしかしたら二人。まあ多分、少人数になると思います、ボディービルは。で、フリーポーズ合わせても夕方前には必ず終わると思います。ベルサール渋谷ガーデンホール C ですね。ぜひね、見に来てください。
これがもしかしたら日本でステージに上がる自分の最後の大会になるかもしれないです。もしもアマチュアオリンピアのオーランドで負けたら日本のアマチュアオリンピアという可能性もありますけど、最後になる可能性があるので、ぜひ見に来てください。じゃあまた。